神戸の、理研から来ました二階堂です。今日は統合 DB のなんていうか源流とでも言うべきものがあるという話をちょっとしながら自分の話も少しできたらなと思います。まずご収穫おめでとうございます。今日はこの日のために神戸からやってきたということで聞いていただければなと思います。で、なんかみんなツイッターの ID を言わないといけないみたいな空気なので一応DR いとしとドクター、名前が、いとしって読むんですけどドクターいとしのつもりで書いたんですけどみんなドリトシと呼ぶ人もいるんですけどまあ好きなように上の名前はなんか自治ネタをいつも書いて頻繁に変わってるのでこっちの ID の方で覚えてもらえばいいかなと思います、まあ、これは日曜日の朝に沖縄お兄さん向けにやってるアニメーション の主人公のキャラクターの決め台詞なんですけどプリティでキュアキュアな感じのやつです。で自己紹介なんですけどボーノさんとちょっと被ったんですがもともと横浜のつくばや、その後に横浜に移るんですけどにあった林崎先生というところのラボにボーノさんと一緒にここでドクターを取って、配列解析とかマイクロアレイの解析とかをやってます。でその後神戸のまあいろいろ紆余曲折あって、神戸の理研の方に行って情熱大陸とかでに出ている上田先生という人のところで今研究をしています。で、R のパッケージ集であるバイオコンダクターさっきバイオパールの話ができたんですけど R でのバイオ R とか言うんじゃなくてバイオコンダクターっていうんですけどなんかそういうもののソースコードをコントリビュートしてたりバイオマテクスの、情報を皆さんに伝えるっていうようなことについてもモチベーションを持ってやってきました。で、統合牧場いろいろなアウトプットが出て新しいスタイルでいろんな人材を育てている面白い話だと思うんですけど、まあ、今日はその源流というべきものがあるという話を少しできたらなと思います。で、もともと1990年僕 M1 の時なんですけど後ろのこの列の一番後ろに座られている当時カンサー DNA 研究所に、まあ、今もいるのかないた中村さんと共同研究をしていましてバイオインフォマティクス面白いよって言ってこの時からバイオインフォマティクスを始めているんですけどその後、カッサ DNA 研究所で会ったミーティングでボーノさんに会いました。で、まあ、そこで仲良くなりましてボーノさんがこれから始めようとしていることと僕がその当時やってたことがちょっと似ていたので一度遊びに来いと。で、現在炎上してしまって結局をやっていた京都から、ボーノさんが筑波の理研の方に、2000年ぐらいに移りました。でそこに、遊びに行ったんですね。で、遊びに行ったんですけどボーノさん家に泊めてもらいまして、その日の夜に何をやったかっていうとなぜかエヴァの DVD 僕エヴァあんま知らなかったんですけど当時あんまりアニメとかはあんまり見てそうでもないかな感じだったんですけど見て昼はサイエンスの話をするっていうような僕は何しに来たんだろうと思いながら楽しい時を過ごしたんですけど、まあ、そこで何をやってたかっていうと当時ヒトゲノムプロジェクトヒトゲノム今決まって FTP から誰でもダウンロードできるようになってますけどあれを、まあ、ものすごいお金とものすごいたくさんのチームでやってたわけですね。で一方日本は何をしていたかっていうとそんなに金も人もいないので遺伝子の領域だけ読んでしまおうっていう、CDNA 配列決定プロジェクトっていうトランスクリプトンって今呼ばれてますけどこういうのをやっていてそれを日本まん丸では日本では2カ所1カ所がその林崎先生のところもう一つは東大新領域に今いらっしゃいます菅野先生のところで、人をやっていてこっちではまあそうやってたんですね。でまあ、非常にまあ絶望的な状況ですという話をその時に聞いて、まあ、こういったものにこういう竹槍で戦いを挑んでいるようなそういう雰囲気だったところを、坊野さんがこちらに移った時に面白いことを考えたと。でそれがその今ファントムと呼ばれているものでファンクショナルアノテーションオブマウスと
遺伝子の配列読んでもその遺伝子が何かっていうのが分かんないので、それをその後にタンパク発現させますが機能解析に使えないと。なのでコンピューターを使っていろいろな解析をしまくって情報に付加価値をつけて公開したらいいだろうっていうのを考えたわけですね。で、当時そのゲノムを決めた後に、ジーンアノテーションというどこが遺伝子かっていうのを明らかにするっていうのことを得られてたので、それに対比させてファンクショナルアノテーションオブマウスと。で、ボーモさんちょっと変な趣味がありまして、寝てる時に枕元に辞書を置いて辞書を読むっていう趣味があるらしくて、でなんかネーミングセンスが独特だと思うんですけど、そこでその単語をたくさんこう仕入れて面白い名前をつけるのが得意で、この名前をつけたのはやっぱボーモさんですね。で今はマウスの部分がなんかまん丸かなんかに変わって今も5まで続いています。でこれがボーノさんで、これが M2 の僕ですね。で、どういうことをやってたのかっていうと、普通に考えるとブラックラボみたいな感じなんですけど、ブラック研究室みたいな感じなんですけど、1週間程度、日本や海外 NCBI とか EBI とかの、あとマウスだと、MGI っていうジャクソン研究所って有名な研究所があるんですけど、そこの外人さんとかを1週間程度缶詰にして、昼はなんか戦略を考えて夜は実装と。で実装する人はそんなたくさんいるわけじゃなくて、ボーノさんと僕ともう一人粕川さんっていう人がいたんですけど、その3人で実装すると、ひたすらそれを繰り返すというミーティングでした。で、最終的には、ネイチャーに出て、ここにボーノさんがいて、ここに僕がいます。で、これが非常に楽しくて、ラボが横浜に移転するときに、そこの博士の学生として参加します。で、放牧が始まるわけですね。これは多分統合牧場の原型になるところで、とにかく好きなデータをたくさんあって好きなことをやってくださいという感じで、非常に楽しく過ごしていて、結構今と似ていて、なんかファーストチルドレンって呼ばれてたり、青い髪のボブの笑うといい人なんですけど、その人とか、あとなんか当時のメーリングリストの名前がゼーレっていう名前がついていて、どっちかっていうと、こういう人連れてくるってことはマルドゥックじゃないかという考え方もあると思うんですけど、全体的にそういうこういう雰囲気がそのまま今もあって、なんかあんまり今と変わらなくて、今日もネルフのロゴが出てきたり、司令って呼ばれてたりとか、そういうそのままですよね。で、横浜でやったことが、ここにボーノさんがいて、ここに僕がいるんですけど、CDNA をもっとたくさん読んで機能アノテーションしましたと。でこの時にいろんな、発言の情報とか代謝マップの情報とか、そういうものをインテグレートするっていう、その統合のなんか走りみたいなことを少し始めたと。でだからサイエンティフィックにも、ここが結構源流なんじゃないかなと思っています。で、まとめてますけども、僕がすごい気に入っていて、僕の人生の中でも一番なんか生産的だった時期だなと思っているんですけど、非常に自由なので、自分でネタは考えないといけないけども、結構いろんなことができると。でかつなんか考えるより実際に実務をしてみて、その中で、体験しながら学んでいくっていうところが非常に魅力的だと思います。で、なんかゴニョゴニョやってもその後ですよね、出た後に人に説明できるプロダクトがないと楽しかった体験だけで終わるわけですけども、アウトプットをちゃんとしていこうっていうのがあって、でそれがまさに僕の前にボーノさん話されたようにブログとして書くことから、始まり、実際にプロダクト使えるユーザーが使えるものを公開したりだとか、あるいは、僕の場合は幸い論文まで行ったんですけど、そういったことも、今でもきっとできるんじゃないかと思っています。でここまでが統合 DB の、統合 DB じゃなくて、統合牧場の源流
こういったことを背景に多分今の雰囲気っていうのは作られているんだと。でそういうのは気に入った人はぜひ参加されたらいいんじゃないかなと思います。でまあそうして僕がファーストチルドレンとして出荷されたわけなんですけども、まあ、その後いろいろありまして、神戸の理研でバイオインフォマティクスが中心なんですけどウェットの人とかなりがっつりコラボするっていうのは僕の特徴で、笹川さんっていうウェットの研究者と一緒に1細胞から全部の遺伝子を測るっていう技術を作ったりしていました。で、これ RNA-seq のデータであんまりちょっと良くないんですけど自分らで取ったデータで2回同じサンプルをやると、まあ、0.9 ぐらいのコレレーションが今9後半のコレレーションぐらいが出ます。今の、イルミナのキットだと 0.9 もちょい9ぐらいまではいくんですけどこんな感じですね。でこっちが1細胞あったら、相当の RNA だいたい10ピコグラムのトータル RNA なんですけどをシーケンスすると、まあ、このぐらいのスペックが出るっていうところまでいっていて一応多分世界最高峰の精度を誇る方法に現在のところはなっています。で、まあ、ググっても出てこないんですけど今論文リバイズ中でもう少ししたら出るんじゃないかと思います。でこういうことをやってると、細胞ごとの、発現の情報が出てくるのでそこにどういった種類の細胞があるかとかいくつの細胞があるかっていう問題になるので、まあ、そういうのをやるような機械学習のアルゴリズムを導入して、ソフトウェアを変えたり解析をしたり手法を作ったりしています。あとは、チップセックっていうプロテインと DNA のインタラクションの解析をやるような、方法論を、開発したりしてきました。で、4月1日から、まあ、神戸から今日来たって言ったんですけどもこっちに引っ越していまして、新しくラボを立ち上げることになりました。で、どこで立ち上げるかっていう と、理研和光に本省があるんですけどそこのキャンパスでバイオインフォマティクスを中心のラボを立ち上げます。公式ウェブサイトがここにあります。で和光市どこよと知ってるんですかね皆さん。ものすごい実は近くて都内からわずか2駅12分これは神戸の僕の研究所が人工島にあるんですけど三宮っていう繁華街からだいたい12分なんですね。だからそのくらいの近さかと、まあ、ただし池袋から12分で何やっていこうかっていうことなんですけど、インフォマティクスからなんか発想するようなライフサイエンスっていうのを目指していまして、シーケンス、まあ、オミックスのデータのデータ解析の手法あるいはそのソフトウェア配ったりでドライだけじゃなくてウェットもやっていこうと思っていてまだ誰も測れていない、シーケンスの新しい使い方みたいなことについても、外部予算が取れたのでやろうと思っています。で先ほど話がちょっとできた笹川さんっていうのを、理研大学でいう助教ポストみたいな感じで取って一緒にやっていこうと思ってます。でそれだけじゃなくて僕がいるのは基盤となる理研の基盤となるセンターなので、実験生物学者と実際のクエスチョンを解いていくっていうコラボレーションもしていこうと思ってます。で最初になんかビッグプロジェクトのオミックスの話したんですけど今シーケンスはすごい安くて精度も上がってきて例えば転写に関わるような検証のほとんどが同じ機械で非常に安く早く測れるようになってます。例えばクロマチンの構造みたいなものからプロテインと DNA のインタラクションあるいは発現量みたいなものも測れると。でこれが僕らに今最高パフォーマンスなんですけどさっき言ったように 0.99 ぐらいのコレレーションで RNA が測れるようになった、まあ、ここまで行くともう QPCR する必要ないんじゃないかっていうぐらいの精度になった。精度が上がるとどういうことが起きるかっていう と、今までデータベースから知識を発見するっていうことから現象を説明するモデルみたいなのを、書くっていうふうにバイオインフォマティクスが変わっていくだろうっていうふうに考えていて、細かい時系列が大量のデータを取ることによって、微分方程式なみたいなものでモデリングができるようになったり実際に物が
くっつくくっつかないとかそういうものの動きですね、物理科学的なパラメータを持つようなモデルっていうのが使えるようになるだろうと。でそうすると 今までの統計解析だと、じゃあこの重みって実験で測れますかっていうと測れないわけですよね。でそれが例えば結合定数っていうパラメータですっていうと、そういった実験はいくらでもあると、そういうふうに変わっていくんじゃないかと。なので、ここではすごいデータベースを中心にやってると思うんですけど、データベース、このデータベースがその先にどうやって使われるかのイメージの一つとして、覚えておいてほしいなと思うのは、データベースが定量的な情報を抱えることによって、その先に現象を説明したい人たちが待っていて、そこに、新しいインフォマティクスが必要になるんじゃないかと。で、そこを、やっていけたらなと思ってます。で、まあ、ラボを持つので、僕もあのボーノさんにしてもらったみたいに、あの人を育てたりとか牧場の経営とかもしてみたいなと思っていて、データベースやるわけじゃないんですけど、シーケンス解析中心の RA みたいなのも将来的には募集できたらいいかなと思ってます。で例えばあのシーケンスの解析自体をもうやってるようなラボにいる人とかだと、まあ卒研でやればいいじゃんっていう考え方もあると思うんですけど、例えば、ラボではやってないような NGS のアプリケーションですよね。 RNA ばっかりやってるところがエキソームの解析ってなかなかできないと思うんですけど、そういうので自分の幅を広げてみるだとか、あるいは、自分が研究で使ってるソフト以外のものを、大きな計算機で試したいというような形で入ってもらうのもいいと思いますし、もうベタベタウェットだけども一から勉強したいっていう人でもいいのかなと思ってます。で、まあ、この辺に関しては、これから少しずつ準備をしていきたいと思っているので、もし興味があれば今日夜最後までいるので声かけてください。で最後にもう一つだけ宣伝なんですけど、シーケンス技術が非常に向上しててペースが速くいろいろな開発がされています。そういったものを現場の人は情報交換する場として、次世代シーケンサー現場の会っていうのをもう3年ぐらいやってきてるんですけど、その、3年目の代表をやってます。で去年400人ぐらい、大阪に人が集まって、ディスカッションしたんですけど、今回あの僕の転職はまだ決まってなかったので神戸なんですけども、9月の4号とやる予定です。で今回まだちょっと議論中なんですけど、前回は学生さんに関しては、参加費に関してはフルサポートして、旅費もそうなったのかな、結局ちょっとそこを覚えてないんですけど、今回も、そういうことができたらいいかなと思ってるので、興味ある方は、この ngs-field.org っていうのを追っかけておいてくれれば情報が流れてくると思います。 Twitter のアカウントもあります。で、最後まとめなんですけど、牧場から最初に出荷されたファーストなんですけど、勧誘としては、まあ、こういうところが非常に良い点なので、単にバイトっていうふうに割り切らずに、自分の、研究の幅を広げたり、その後の、糧になるような形で楽しくやれるんじゃないかなと思ってます。でちょっと自分でもそういうようなことやれたらなと思って、興味ある方は、ウォッチしといていただければ。連絡先がこれですね。これがツイッター、これがメールです。どうもありがとうございました。